無事天下一も終わり、平穏な日々が戻ってまいりました。天下一ね、今日はね、本当はね、結果をね報告したかったんですけれども、まだ集計が終わってないみたいです。残念。どんぐらいだったかね、優勝回数が20回ぐらいだったと思うんですよね。 SSR 確定チケット2枚はもらえてると思う。うん、今回の目標はそれをもらって、前回の残りの3枚と合わせて5枚、 SSR 確定を1回引く、それが今回の目標でございました。まあ、多分大丈夫だと思うので、まあそれがもらい次第引いていこうかなと思うんで、今日はねこの展開し中にもらったやつ全く受け取ってなかったんで受け取ろうかな。めっちゃあるね、これ多分あれじゃない、粒石50個いくんじゃない、受け取ろう、受け取るよ。ほらもう50個超えてる、よかった。うん、57個になったね、よかったよかった。これで1周年記念でなんか来るガシャ、きっとなんか来るガシャがあるんだろうね。うん、それを引きたいと思います。これだね。うん、そこそこあるね。これ今日ジェンジェか引いてっちゃおう。うん、まあね、正直これはあんまりいいのが出ないのは分かってる。うんうん、欲しいのも特にない。あ、ブルー将軍、あれがそろそろもらってもいいんじゃないかな私。ということで引いちゃおう。まずシングガシャー金1枚で引けるやつ1個引けるね、引いちゃうよ。うん、なんかガシャとか久しぶりな気がする。1個だ、ダメだ。あ、20分なってた。お、これで黒子の耳、これで黒髪のままとかだとすごくいいんじゃないの。いけ、変わるよね、少年編だもんね。うん、うん、持ってたかな。うん、いらないかな。まあ知ってるよね、こういう感じになるのは。よし、少年編もそろそろあれだね、なんかリニューアルしてほしいね。うん、はーい、もうね期待してないからね、じゃんじゃん引いちゃうよ。うん、まあ出るわな、もう出るもの決まっちゃってるね、完全に。ワクワクがない。ああ。よし。気を取り直して。行きましょう。ブルー将軍頼むよ。はーい。このまま続けてじゃんじゃんいっちゃいます。ダメだなあ。あ、これは SSR 確定の方に期待するしかないな。はい、やばいな、もったいないなという回なのに。うん、ラスト1回でもあれかな、展開地のあの集計終わってなんかいろいろもらうときまたもらえるのかな。うん、よし、ラス1お願い将軍。
なんもない。なんもないのって結構いい時だよね。一気に蹴りつけてやる。ホール来た。これはいいんじゃないの。とか言ってやむちゃかランチなんじゃないの。あー、見ないだよ。あー、持ってるよ。持ってるし、ほとんど使うことないよ。あー、終わっちゃったな。ということで、私の少年編は、まあ、いつも通り、大外れで終わっちゃいましたよ。うん。いつになったら私のところにこの、ここにいないんだ。こいつ欲しかったな。こいつ欲しかったよな。まあ、しょうがないね。うん。ということでね、少年編ガシャ、あっけなく終わりました。うん。まあ、あってないね。しょうがない。うん。みんなこんなもんでしょ。ね。今回の展開値はね、まあ、目標が SSR 確定チケット2枚だったんで、まあ、ガツガツせずに、程よくやった感じですよ。ブロリーさんを持ってる方たちがいっぱいいたので、もう私、今回は、なんかね、前回の、第6回の時はフレンドさんでブロリーがなんかほとんど出てこなくって、あれあれって感じで大苦戦したんですけど、今回なんかすっごい出てきて、なんでだろうね。うん、めっちゃブロリーさんが出てきて、フレンドさんの、うん、大変助かりました。はい、ほとんど使いました。うん、私がブロリーを持っていなくても皆さんのブロリーで美味しい思いをさせていただきました。うん。でね、20回優勝して、もう時間ないから25はもう無理だっていうのを諦めたんで、あれしたんですよ。なんだっけ、なんて言うんだっけな、忘れちゃったけど、あの予選だけ出てリタイアする、うん、これをね、何回か、まあ4回ぐらいかな、最後にやって、それで無事に終わりましたよ。うん。本当はね、30回ぐらい頑張ろうかなと思ってたんだけど、まあ、疲れちゃったよね。よし、今回はこんなもんでしょう。次回は、もしかしたらもうちょっと頑張るかもしれない。わかんないけど。今回は程よく戦ったので、あんまり、もう展開値嫌じゃんみたいな気持ちにはなっておりませんので、次頑張りたいと思います。うん。では、とりあえず展開値の集計が終わるのを待とうかな。きっと今ね、頑張って集計してくれてると思うので、気長に待とうと思います。うんうんうん。よろしくお願いいたします。はい。では、本日は、展開値でもらった少年編ガシャ、やってみたけど、全然ダメだった。コーナーでした。うん。こいつが、足元にいたのに全然忘れて一人でガシャやっちゃった。ごめんね。展開値の集計が終わったら SSR 確定ガシャ抜いた人に引いてもらおうかね。 SSR 引いたことない、ないよね、ないもんね、したいよね、ね。よし、引いてもらおうと思います。なので皆さんお待ちあれ。